え、こんにちは、ジャンゴです。今回は、え、ピオシュね、やっていこうと思うんですが、え、誤杯した上での共食い、え、ピオテイクにね、お手本を見せてもらうような3曲目ですね。まあ、一応ね、誤敗するたびに3回ね、ちょっと、えー、強い、えー、ヒヨコにね、今苦戦してるヒヨコを殴ってもらって、お手本見せてもらおうということでね、えー、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ。 お、今度は、あれですね。トビさんの前をどんどん前進させるスタイル。えそして、ツモとツがいつでも交換できる状態になって、そこから、お、ここでもうトレードするんですね。トレードのタイミングもよくわかんないからね。<laughs> で、トレードした後に、銀をそうやって進めていくのは、なんか意味があるのかなあんまりよくわかってない。ただ、えー、っとね、友食いをするとね、ピオテがそういう動きをよくしてるから、えー、まあ、なんか、隙ができてるんだろうね。銀を動かしておかないと、もしかしたら相手のトビさんが突っ込んできてやられちゃうのかなとか、そんな感じですかね。で、端っこつついて、えー、っとね、まあ、ポが前進してきたと。 で、えー、ピオテル側もポーを進めて、えー、金を上に上げてきたよとはい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 お銀が出ていくなるほどで玉が移動して、えー、銀がどんどん、えー、隙間からね斜めに移動して出てきますね、えー、で最後の金も動かしていく え、で、ヒヨナさんサイドは王様をちょっと、えー、右に逃がしてますね。で、ポでつついて、ポで取り、えー、つついて取ってと、進んで、お、トビさんバック。トビさんバックして、あれか、一番下がスカスカだから、お、で、銀バックして、ポを取らせて、取り返すと、 なるほど。で、そこつついてきた。取る。取る。これバックかいや、バックじゃない。ポで殴る。いや、ポで殴った意味はあったのか、それ。よくわかんないね。あ、ポで殴って角か。ほー。んしかしいや、それ取られちゃうじゃん。 えー、あーでも銀が取れて突破遅しかあーそうか角捨ててでもちょっと突破されないようにしたかったってこと今マジそういうもんなんだへえわおいやこれは完全にバッファローマン <laughs> ダブルツのツッコミ。ダブルツのツッコミ。これはバッファローマンだわ。え、でも困ってないこれ結構。ああ、でも金で殴ってバックさせて。で、ポで殴る。へえ。え、でもその真ん中のツの2本が強烈な気もするけど、まあ、ただ銀で取って。 銀で取って銀と角の交換さらにまあ一本角を折ってあそこにとができる金で取るで、えー、ケイちゃんよける銀が出てくるで、えー、ポでつついて取り返してまあトビさんで取るのか。 はい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 。えー、で、銀でケイちゃんを取って、で、ポで、えー、殴ってくる。えー、銀でアタックするが、これは一回ケイちゃん取りながら裏返すのかなあ、違う。ドラゴン前進か。ドラゴン黙って前進。で、えー、王様逃げたときに、えー、裏返す。で、ポでつついてくる。これはー、 大手おお、えー、ケイちゃんで殴ってトビさん誘い出すでと、えー、で取る大<手>そっちを取り返してくるがまあ、金で取るわけか大<手>でもう一回ケイちゃんで殴るこれは取り返すか球逃げるか球逃げるで相手も、えー、王様を逃げるまあドラゴン じゃないのか。まずポを裏返す。で、相手もポを裏返したが。まあ、これは取っててもって感じだよね。取る、取るね。えー、で、ポで金を追い返すつもりなのかそれは。ああ。まあでも、相手の角もあるから。で、一旦大手をしたが、これはまあ、取り返してて。で、えー、金バック。 ケイちゃんで上から行くで角で殴ってくるけどまあドラゴンわ角取るんだでえ銀で王手をするこれはあそっち避けるんだで裏返されてまあ取っててよしかいや結局銀もらっただけで何もへえ これはまあ、とりあえず、見ていこうか。なるほど、なるほど。っていうかね、なんか、三曲見ても、結構ね、えー、それぞれに、全然違った、えー、あのー、なんだろう。全然違った動きで、面白かったね。ここね、角捨ててでも、<laughs> 角捨ててでも、えっ、ー、とね、まあ、銀の前を突破されないようにしてるのが、 参考になるというか、参考にはなるけど、なんっていうか、ああいう判断ができないよね、まだ。難しくて。結局、角を捨ててでも、トビさんを、なんていうか、左側の攻めてるラインから外したかったってことだよね。 で、え、それさえできれば、銀がゲットできるから、角2本取られて、中央に並べられても、なんか、いずれ取り返せるよというようなことだったんだと思うんだが、えー、ちなみに、ちょっと最後、見ててわかんなかったんだけど、これって、続けてやっていくとしたら、あ、そうか、ケイちゃんいるから下がるしかないのか。あ、なるほど。それは確かに取れちゃいそうだね。 どう取るんだろう <laughs> どうう取るんだろう <laughs> にもなるけどあ角でいいのかなるほどねまあ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 そんな感じみたいだねこことかが相手の赤い三角まあ玉王様逃げとくよ,よりなかったのか へえ。で、えー、ポでガードして、で、玉よ、えー、金よけてか、で、ポでつつくと、横によけると。へえ、まあまあまあ、これは取り返してて、裏返しても、王様、えー、玉で取っとけば、特に攻めは続かないよ、ということみたいですね。なるほど。まあ、だとしても、えー、ここで攻めても、 空振りだったとということなのかまあ、結局王様を動かしてるからうーんどうなんだわかんないなそんなに悪い手なのかって言われると <laughs> それもちょっと、えー、今の俺には判断がつかないんだけどまあでもこれあれだね両サイドにあの裏返したトが、えー、2枚ね構えてるのがかなり良いのかなまあこれも よよくわかんんないんだよねドラゴン捨てちゃっていいのみたいなこういうドラゴン捨てるタイミングっていうのはマジでよくわかんなくてまあここはただで銀くれたから、えー、よっぽど困ってるんだろうなという感じではあるんだけどそうねーまあここさ <laughs> っていうか、大手なのか、これ。あ <laughs> ーなるほど。なんだ、全然気づいてなかった。なんでドラゴン捨てちゃうんだろうって思ってたけど。それは取るわ。なるほど。あ、そういうことね。あ、なんだ、全然。いや、だからね、結構ね、角の利きがマジで見えないんだって。そっか、これ大手だったんだ。あー、そういうことで、そういうことだったのね。 なるほどで取り返してまあこれはよくわかんないやり取りとしてもそうかそっち戻したのは結局ここで「えー、やったぜ」って言ってゲットするとゲットすると <laughs> まあこれでもダメなのかいやそんなことないかこっちに。 いやダメなのかやっぱりあそうだねまあだからどっちしろ取ってる余裕はないのかはあなるほどねっていうかそうか真ん中のケイちゃんが前進するルートを塞いでんのがでかいんだね結構なるほどねはいえー、ということで、えー、今回はねこれで終わりにしようと思います ええとね、一応これで3曲、ともぐい見たので、えー、次回からはね、また、えー、6戦目にね、挑んでいこうかなと思います。うーん、そうだね。レベル1つ前のピオユキくんでね、37敗してるので、まあ38度目にやっと勝ったという感じなんで、まあヒヨナさんもそのぐらいかかるのかなと思いながら、えー、頑張ってね、やっていこうかなというところですね。 ま、一応ね、あのー、ピオ将棋で、えー、将棋のルール覚えたところから、えー、全部の対局がね、あのー、YouTube 上に俺の場合上がってるので、まあ、そういうのはね、珍しいといえば珍しいんじゃないかな、みたいなことも思いつつ <laughs>、頑張って <laughs>、え、どこまで行い,いけるかね、やっていこうと思ってるんですが、そろそろさ、ちょっと、 さすがにルールは、ルールはというか、ある程度戦い方をね、あの、覚えてきたところだと思うので、ま、ひよこと戦う以外にも、人とね、戦ってみたいかと思うんだけど、まあでもね、どうなんだろうな <laughs> やるんだったら、なんか、ちょっと調べた感じだと、将棋ウォーズってやつが良さそうかなと思いつつ、えー、まだちょっとね、人と戦うのは早いような、 遅い、えー、早くもないような、とか思いながらね。えー、まあ、ひよこにはね、つづ引き続き、挑み続けていこうとは思ってるんですが、まあ一応、ピオ将棋場で言うと、あのー、まあ37戦、十七敗の一勝だから、まあ38、三 ?38 回戦えば、1回ぐらいは初段に、一発入れられるぐらいにはすでになってるのかな、と思うんですが、 まあ、50戦して1勝だと2%。まあ、2.5%とかなのかな、勝率的に。まあ、だから2.5%ぐらいの確率で初段には一発配布ぐらいにはなってるのかなと思うんだけど。まあ、うまく戦えればの話だけどね。うーん。 まあまあまあいいや。ちょっと、脱線したけど。えー、まあ次回からね、またヒヨナさんに挑んでいこうと思うので、よろしくお願いします。ということでね、今回これで終わります。ありがとうございました。いよいしょ。